What? おドラえもん、このおっさん家でサメ飼ってるわ。え、しんど。急にクラッとする。なんだこれ。あ、やばい。やべえや。やべえや。あ、まだそこまで戻んの？下から。しかもなんか急に日が変わったぞ。何この粗悪なトラップは。家の中も結構変わったね。で、最強武器ダンボールを持ちつつ、バナナの皮も持っとくか。遠足の三種の神器。ダンボール、空き缶、バナナの皮。ここも入れなくなってるね。やーべえわ。やーべえ。もうまたなんか夜になっちゃったね。なんか時間の移ろいがとてつもなく早くなってる。なんかある。これなんか回せたりしないのかな。レレレレレ。どういう作りなのかわかんないけど。けどなんか、こう、あ？ちょっと待って。で、上上がったものの、あそこにも階段あるね、あそこにも。この上に上がりたい。なんか、段ボールもっと必要だわ。やべ。段ボールもう一個回収したいんだよ、俺。段ボール回収して、あー無理だ。ちょ、突如これ。What? あ？なんですか、この場所は。またなんか新しい空間来たね。なんか楽しそう。ドルブヤイツ。お店かな？やばい。この音めっちゃやばい。やだ。なんかやだ。あ？飲食店かと思ったらなんかトロッコが一台置いてある。いらっしゃいませー。すいません。なんか変なおっさんに、なんか追いかけられてきたんですけど、ここで合ってますかね。あ、なんかこのトロッコ乗れって。いやいやいや、冗談を。なんかやばそうじゃないですか。とりあえず乗りますけど。良いセット。なんだろうこれ。あ、な、何にすればいいの。え？何これ？何これ？なんか別ゲーになってきちゃった。ジェットコースターこれ。俺が泣きたい。なんか、あれかな、ディズニーにあるさ、なんか、シンドバットとかそういう系。うわぁ、普通にジェットコースターやん。ちょ、これ、どこにあんのこれ、おっさんの家ほんとに。はい、Welcome to Tokyo Disneyland! ここは、レイジングスピリッツ。あなたを、レイジングなスピリッツな世界にご招待。あ、ここが一番上かな。めちゃめちゃ。さ、俺さ、ジェットコースターめっちゃ好きなんだよね。あ、女の子？引いちゃダメだと思うけど。おお！今ので喉が。なんだったんだ今のは。ちょっとやばいな。ちょっと酔ってるわ。なかなか、謎がよくわからないね。どんどんなんか新要素が出てくる。お？なんかトラップがあります。冷蔵庫開け。はあ！はあ！
やべ、おっさんも来た。うん、出れない。でもめっちゃいいとこなのに。ドラえもん見て見て見て、やばくない？これさ、絶対ここじゃん。絶対ここ、絶対ここ。はい。俺の読み通り。こっちでいいのかな？いや、絶対ここだよな、さすがに。こう来たらさすがに。ん？とりあえず、ここ入っていって。お？上か、もう一回受け、上か。上行きます。今日の進み具合えぐい。なにこれ？水？ちょっと待って。このおっさん家でサメ飼ってるわ。家でサメ飼ってんですけど。まあけどそういうオタクもあるのかな？なにこいつ？いや、ドゥーンじゃないんだけど。サメなんとかしなきゃいけない系？また新しい部屋。あ？なにこれ？なにこれ？特に何？あ、待って。ドゥンルン、ル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 ンルン。あ？また新しい謎の部屋が。あ、けどさ、この謎の部屋ってさ、あれじゃない？あそこじゃね？これサメに食われるか食われないかチキンレースじゃん。うぃー。うぃーこれどうすりゃいいんだろう。しかもさ、あそこさ、上のさ、バルブついてないじゃん。バルブだっけ？あれがさ、ないとさ、なんか回せないんじゃない？まあだけど、あれ回してもさ、水いっぱい出るだけだよね。ここはさっきの部屋。ちょっとさ、一旦下行こっか。なんていうと、あの、後ろのところ開けるさ、工具も、なぜか冷蔵庫の中に入ってたりしたから。めちゃめちゃなんかありそうやん。てかなんかあそこになんか鍵みたいなのめっちゃあるくない？クソ怪しいだが。クソ怪しいが。え、どこ？どんなとこ？どんなとこから目つけてんだ？あ、そう、あとここも怪しくない？って思って。絶対さ、絶対これ怪しいじゃん。だってさっきのさ、サメがいたとこのさ、あれと一緒だよ？サメがいたとこの水道管とかと色一緒じゃん。絶対怪しくない？けどなんか取れないんだよね。これもなんか。こっちにするとなんか水が流れるの。お？なんかここ。あ、鍵かー。俺赤の鍵今ないんだよね。取られちゃって、おっさんに。ちょっと待って。ちょっと待って。酔ってないって言うと、嘘になる。よいしょ。そう、ここの上に上がれないかなって思ったんだけど、無理なのかね。うわ、なんかある。なんかある。え、これか？わからねえ。わからねえ。
うわー、ちょっと待って。え、意外と初めて中入ってきた、もしかして。お、お。おい、いいもんあるわ、いいもんが。これよ。よーし、よし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 。よし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 。あ、待って、これもなんかある。あ、水が。水が流れたっぽい。え？気づかん。急、おー。ちょっと待って、今日の進み具合えぐいな。第2幕終わるんじゃないの？もしかして。そんなことないかな、さすがに。ん？病院？え、死んだ。死んだ。死んだ。死んだわ。誰か死んじゃったらしい。え？ピー。これさ、おっさんが待ってる、俺を。これ死んだの俺じゃないよね。おっさんがなんか待合室にいるんだけど。ん？いけないようになってる。やっぱさ、おっさんが、待って、おっさんが待合室にいるじゃん。で、これ、病室じゃん。でさ、これは台でしょ？だから誰かを待ってたんじゃない？おっさんが。手術かなんかで。で、けど、死んじゃったんじゃない？で、それに気づいてない。ように、取れるな。で、俺は？これ多分帰ることになるね。いやー、なんだろう。これ謎の核に迫っている気がする。これなんかできないの？ずっとこれ気になってんだけど。お、見てみる。しかし、何もできなーい。ちょっと待って。やばい。さーて、謎は深まるばかり。とりあえず押しておきたいレバー。それは、ビビりすぎて声が出ない。やばい、ちょっと酔ってる、酔ってるわ。この、今回も終わりが近い。俺はずっとここが気になるね。そこにいたのか。とりあえず中入ってみようか。ダメかー。いや、さっきから鳴ってるさ、あのビーっていう音、何の音なんだろう。水がなんか関係してんのかな、やっぱり。あの、水ひたひたサメちゃんのとこだったり、なんかこのお店を取り囲むようについている給水管、何か意味ありげに感じてしまうが、何をすればいいんだろう、この後。これ抜ける？お？なんかでっかい機械ついてる。いや、わかんねえ。いや、めちゃめちゃ怪しいんだよな、このさっきからいろんなとこについてる機械。さっきもさ、冷蔵庫の中に鍵があったみたいに、中になんかヒントがあるかもしれない。ちょっと酔ってやばい。あ？なんだこのビーっていう音。いい？この上見てて、ほら。さっきちょっとちらっと見れたんだけど、あれ監視カメラじゃない？もしかして監視カメラついててさ、俺があそこに行くとバレるんじゃないのかな。行くよ。なんかそんな感じしない？ほら、すぐ来た、すぐ来た。多分ですね、
電気を消せばいいと思うんだよ。ここ。電気消してから、やばい。怪力バサミに捕まった。わかりそうでわかんない。久しぶりだな、このタンスに隠れるのも。お願い。見逃して。ちょっと待って。なんか体調がおかしい。異常に眠くなる。なんか、急にクラッとする。なんだこれ。やばい。これほんと酔ってる？え、これ、あれかな？酔い止めの、ね、眠くなるってやつ？もしかして。これも監視カメラかな？いっぱいあるね。え？下に下ろしても何もならない。てか久しぶり上上がってみるか。上もなんか変わってそう。変わってるね。ラジオがあります。てか上とっとと来ればよかったんじゃね？これ。特に何もなし。ますます闇が深まるばかり。お、ここ入れる。お？新しい鍵ある。紫色。え、どこから来たんだ？ちょっとわかんないな。けど、なんかとりあえず中に入るのは合ってるかもしれん。あれ？ゲットできない。ちょっと待ってよ。全然進まねえじゃねえか。ちょっとさ、あそこ探索したくない？上。初めて見るさ、紫色の鍵があったよ。痛い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 。焦るな？焦るな？で、こう。で、上。上行く。まだ上行ける。めっちゃ上来たー。めっちゃ上来た。ん？なんか俺変なとこ登ってない？来た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 。鍵がここ。うおー、鍵あるし。ご丁寧に、ご丁寧に。待って、スッスいくね。あ。待って、別のサメちゃんの生き方だわ、これ。うえー。別のサメちゃんの生き方が見つけられましたと。まあけど、この部屋来れたのはまあでかいよね、多分。てか、ここじゃね？ここ。よしよしよし。あ？わかんない。ん？なんか階段あるぞ。けど、サメいるからさ。いや、ドゥーン。サメいるから入れなくない？やっべ。タイミング悪い。ちょっと、あのおっさんと運命感じ始めてる。すでに。行く先々にあのおっさんが待ってる。いや、待ってるってより、待っていてくれてる。俺のためにな。なんとなく、おっさんから逃げるためもあって、なんか上の方来たけど、別にこっち側、あんま用ないよね。正直。正直。こう来て、なんかないのかな？なんもなさそう。あ、ここ開けれました。どうすればいいんだろうな。もしかして段ボールをさ、あっちに投げるじゃん。そうすると反応する？いや、しないね。いや、やっぱ人にしか反応しないわ。待って。なんかある。なんかあるぞ、あそこに。全然気づいてなかったけど。ほら。どうやってやればいいの？
なんかここにも監視カメラつけられた。なんかヒントないかな。絶対あのなんか水回り怪しい気がする。気がしてならない。結構わかんないな。いや、ちょっとどうしよう。登ってきてる。おはよう。こっちから下がろっか。やっぱ家中なのかな。何かあるとしたら。いや、このジジイの寝室、怪しいけどな。十分。どうしよう。ちょっと一回、ここでちょっと終わりにしとくか。まあ、ちょっと動画作って、見返して、どうすればいいか、ちょっと考えようかな。ていうか、まあ、普通に、申し訳ないんですけど、普通によって、第2案にして、もう一度、このゲームから、逃げます。